今日も一日お疲れ様駄菓子屋あるある屋が9時をお知らせします 皆さんこんばんは水生発火ちの時間になりました今日もユーストリーバーの聖地駄菓子アールアウリアからお送りしております今日で156回目生放送です夢ホームの石川芳久です皆さんこんばんは青く組子太尾石くみこです 今日は…倍返しだ <laughs> 何を <laughs> <laughs> じゃあ言うてみたかったの <laughs> 言うてみたかった <laughs> 倍返しのねお話も後でしっかりとしましょう、ね、い恐いよろしくお願いします今日も二人でゆっくりと一時間お送りしたいと思います皆さんよろしくお願いしますついなま扱市この番組はエクステリアと外構工事でおなじみの素敵中空間夢ホームの制作でお送りします 始まりました。あくさん。はい。<laughs> 山藤見,見ました。見ました。見ましたよ。<laughs> 今ニコニコ。<laughs> <laughs> ついに <laughs>。ついに見た <laughs>。<laughs> ついに半日のレッテルが剥がれた <laughs> つ。ついに見ました。さっきのね、そうで今まで初めて見たんですけど、うん、こう今まで石川さんからこう毎週聞いてたので。<laughs> 入りやすかったですねレクチャーの成果がそうまあウッチさんもあらちょっと謝罪せーでちょっと申し訳ございませんねーでもなんかこういい時見ましたよねおー一番なんかそんな気が到達感があるよねうんうんうんそう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  やっぱりええよね、あの海に着水するところがねスッと来てうんやっぱりこうなんだろう船は常にこうふあの、海の上にいることがいいんだなっていうこう,うそう島大輔も言うたよね航海長やっぱりう船は海の上だよねみたいなあーでもほんとそうですよね、うん、うん、言ってましたねみんなやっぱやっぱりな まあ、ちょっとオリジナルとの差がやっぱりスター社がこう出し渋ったいうあうん、うん、まあイスカンダル自体がその昔波動エネルギーを使うた侵略戦争を行っとったいうが、うんがまあね、うん、新事実で出てきてそれを地球が 独自で同じような兵器を作っ,ったというショックがあったけどまあなんかこうガミラフの街を守るために波動砲を撃ったという、うん、その人道的な使い方というかな。うん,うんあれもプラスに評価されてまあ二千二十年東京オリンピックが決まったんだろうけど。うん、<laughs> そこに繋がった <laughs> IOC の評価にも。 安全だって <laughs> <laughs> これなら東京でも大丈夫かな大丈夫って大和がおるからみたいなねえ<ー>あとはもう大和来週、うん、再来週であと2回 2> はいはい来週はそのバランスへからガミラフへ帰ってきおる3,000席の大艦隊とガッチンするんかないうような そうそう一応波動砲ももう封印されとるけ、うん、使えないいうことでうん,、うん、うん。でまあまる最終回は地球への帰還が描かれるんかな思っ、ねうんうん、そこら辺ちょっとあれよね楽しみだよねどう展開するのか。ちゃんが

オリジナルのええところ生かししてまた新いいの描るそっかあれでほうねでまたコアなヤマトファンが多いんだツイッターとか見ようたらやっぱり新しいオープニングのなんとか「リバティ」いうバンドの曲なんだけどあれをぼろかすわけよネットで。 受け入れられらないんですかねまあ確かにその昔のねこうどうにうかバイブルみたいに思うとる人らも、うん、多いわけよねわしらの年代と、うんはい、わしらのちょっと上の年代の方がコアだけどね。ただこの新時代の大和と考えたら、うん、うちの長男とかもアカペラで歌えるわけよある。ね アニメのタッチだけでもやっぱり現代的じゃないですか木の実と思ったんですけど。うん、古代風もなんかバカみたいな髪型になってるけど <laughs> それはもう仕方ない新人類だから島大好きもなんか天然パワーみたいな頭になってるけどこ <laughs>、うん、れは許そうと <laughs> うん。 まあね新しい作品も新時代、うん、これから山取田これになるんかなと思ったりね、うん、いやいいですエンディングもジュジュでしたし、うん、うあれいいことですねあの曲、うん、ジョジョなんて言ったねそうジュジュでしたそうそうそう,そう、うん、全部フェされてこう ブラッシュアップされたような作品になってですね。しっくり、うん、しつくりきたと言えば私は来ましたけどね。まあ、人、うん、それぞれあるんですかね。そうそう、ちゃんとその昔のさらば地球よという、はいはい、オープニングでないとダメじゃいうあ<ー>。シトラがおるわけだ。わドンドンと始まり。う,ーんうん。ツイ,ツイッターのね、あれで2199の人が、うん、なんか今,今回はこうですよ楽しみねえって言った。 アップしとったら、うん、コメントで入るわけよその、うん、まだあの腐ったオープニング使うんかとかへ、えーそんな言い方するんですかまあ自由なんですけどねつぶやきってでもね思うことはたくさんありますね、うん、やっぱりねそれそれを喜べる人もおるわけよ、うん、見てまたねでオープニングにそれだけ撮っても ねえ、まあ、うん、やっぱりヤマトいたら大人も楽しむけど子供も楽しむんであって、うん、今の子ねうーんで父さんかっこええねあの曲ってねえ言ってるわけだから、うん、実際お子さんが純粋にそう、うん、で DF でなんか音楽ダウンロードして聴きよるわけよああヤマトの曲を<ー>へえ<ー>で自分でこうほんま

見る、落ち着いてうん、うん、あ、これはもう作り手側は正解だなもううん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 過去はもうまるまる引きずるなしに、うん、新しい世代に向けた大和をあ、作り作るのを成し遂げたんだなぁ思た、思うだ、ん、よ実際ですよねー,うーんほんとそうですよーほんま、ね、昔のもう重由なほら <laughs> 作り直さないわけだってまるまるね、その 聖書のように扱う。なんか本当、今の方が。今の子に受け入れられる。うん、こう画像だったりとか。そうそう、うん。だと思いましたよ。確かにね。うん、それ。洗練されてる。まあ不可能と思うとったけどね、わしらも。うんうん、大和のリメイクか。はい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 。うん、ありえんだろう。けど見たいみたい。楽しみ。 半分不安半分で、うんね、どうしようこれあの七色星団でこけたらもう今までが台無しじゃんと思っ,とったり、うん、でカメラフォンの戦いこれも下手を打ったら今までの全部おじゃんになってしまうし、うん、てすごい毎回こう楽しみなんだけどドキドキああそういった不安の面の、うんうん、うん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 ちょっと今下手を打ったら 残念な作品だなあえて二十何話もあるけどたった1話でう崩れになるわけよねああいう連続アニメってそれをこの24話か5話まで思いっとるいうのすごいスタッフのうちの子にもいいんだけど見てみこれ大人が真剣に作ったアニメだかって言うそうですよ そう、大人がほんまもう山とか大好きで作った、うん、真面目なほんま大人が真面目に作ったアニメどうい、ん、うて、うんうん、そこら辺の,そのまあ確かにね、うん、いろんなアニメ,アニメあるけど、うん、なるべくこのセルガを副能して安くあげよういうアニメが今多いじゃない、うんうん、そういうのを無視した作品よね 今回の山というあ<ー>、うん、結局今回第7章の劇場公開にアニメが間に合わなかった、ね、制作は。ああおっしゃってましたよね、うんで。それでも見た人は違和感がなかったありがとうみたいな感謝の声が聞こえてきながら。あ大成功、うん、そ,それの完全版が来週放送。うん 間に合わんかった分が話をけあるなるほどなるほど <laughs> これまた面白いなあう,んうんねあと2話ですよ、ね、だこの完璧なもんガンダムド,ドバちゃんとか詳しいかもしれんけど、はい、ガンダムオリジンいうて、うん、ガンダムのガンダムだけの漫画雑誌があるわけよでその中で、うん 昔の「ガンダム」のリメイクじゃないけど、うん、漫画版がずっと連載されるわけそれがなんかアニメ化古い言うんですけど一番最初の「ガンダム」なんかもう大和以上に聖書的なもんで<ー>もう許されんもんがあるよね「ガンダム」ファンにったら。 そうなんですねスピンオフならいるんですけどあれに手加えるじゃこともみたいなはぁははははあいろいろちょっと細かいこだわりだったりとかあるんですねガンダムファンはすごいないかへえそうなんだーヤマト世代、ガンダム世代ってあるけどうんヤマ世代があるんだうんだしたらもうヤマト世代の終わりとガンダム世代の頭あーちょっと両方うん 中退の時にヤマトがじ…あガンダムが始まったっけね。ふう,うん。フォーフォーそれ以降すごいんじゃないんかな。へ<ー>岡山一一号さんがツタヤでレンタルしてるのって。んヤマト？大和ヤマトですかね。お、しとったよ。うーん。今第六章まで出たのかな。うーん。うーんだそうです。 ね、あと2話ですからねあ,あと2話うんう、ね、ちょっとどんな戦い方をするのかどんな終わり方をするのかうーんお緊張するよはーうーん、えー、最後地球を目前にして沖田館長はその何もかも皆懐かしい言うて、うん、死ぬんだけど、うん、それなんかもうリメイク不可能じゃないんかいうぐらい、うん、完璧なもんで、ね、うん、うん それをどうリメイクしたんかうん見届けるような感じよね。でそれ外したら大変なことになるけど <laughs> そうですよねでもちょっとそれを聞いてるからそういう見方もできそうです <laughs> う<ん>全く知らなかったのでそうねやっぱりこう、うん、みんな好きなシーンがあるけどうん、うん、やっぱりねそこがお好きですか一番。やっぱりはもう小学校の時 涙流しちゃうたもんね。えー、最高層でも。うんああそうなんだ。七色星団じゃ、この。かっこよすぎるもんを見た時の涙ってある。うん、うわー、あてか。うん、その涙だよね。へえー。うん、わおで。ああいう。うん、ら、や、ほうね、大和の後半センも結構泣くし、泣きばっかりしとったよね。ふうん。で、今回も。 そんな感じですか。そうそう。昨日のねイスカンダルの、うん、あれでもやっぱりジーンときたよね。うん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 。うんいやああいうもんじゃ思うよな。うん。もうあと一回感動が成功したら、うん、今回ヤマト成功よ。ああ。なるといいですね。そうなるように。ね。あと二話です。楽しみですね。 岡山市一号さんが石川さんと同じ世代だって。<laughs> ご一緒みたいですね。四十三年生まれの <laughs>、うん。ちょうど挟まないよ。じゃあ、大和世代でもあり、うん、ガンダム初期、うんうん。っていうことなんですね。コウモリのように。 フェダイに会えばガンダムフェダイと答えはいはいはい、はい、<laughs> ちょっと合わせれるという柔軟性がある世代ですねヤマトフェダイに会うたら僕ヤマトフェダイそっかというわけでねあの番組の始まりいつもヤマトの話をしておりますがあと2回でございますのではい、はい、皆さんぜひ一緒にねお話をしましょう倍返した <laughs> 毎回しは来週最終回で。そうですよ、ね、どうしよう、こんなに楽しみが終わってしまったら。くというわけで、でも台風、うんうんね、広島もちょっと昨日の夜から明け方まで、ね、風が吹きましたけど、でも広島どころじゃなかったですよね。 そう,よね、うん京都とか京都京都嵐山です,<山>すごかったなすごいことになってましたねこれからがもう,きどもうけ時のにかわいそうなよね確かに時期がーうーん,うーん金閣寺が水没し方と書いてそれってねよっぽどもうすかい床下神水じゃろうん すごくあったですね、本当。まあ元々が金閣寺ってフレフレだろ。うーん。うん、水面か。あ、うーん。うーん。あ,あ、確かに。金閣寺って誰が作ったか。誰でしたっけ。誰でしたっけ、うち <laughs> さん。おおし、僕しか。一休さんのお友達よ。 ファンじないよ <laughs> 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 ね,すよねえと思ってさえちゃんでもないしこれ「足利義満」「義満」かいやいや「足利はなんとなく出てたんですけど、うん、全部間違えたらまずい <laughs> <laughs> 金閣寺って足利義満の思想を体現した建物なんとうん、うんうん、上金箔じゃんはい あれ3階建ててないよね金閣寺っ上の2階部分だけが金箔で1階部分生ハットランドよ、うんうん、で一1階部分はあの朝廷の建築様式なのよで上2階は武家造りなのよへ自分は天皇より上におるいうのを建物で体現したもんだへ、えーうん、恐ろしいだろ、ね、この日本において。 それを喜んで見に、みんな見に行くよんが、また知らん系だけど。うん、知っとったら、すごい失礼な建物だよ、ね。天皇家に対して。で、本来も、自分が天皇にとって変わろうとした。唯一の将軍だよね。うん。これがもう、まあ、実現できんもんとして。う,ん,うん、あの建物だったよな、ね。へ<ー>で、それを申し訳ない言うて、うん、足利義政が銀閣寺。うん んんんまにもももうなななない建物でで、うんうん、反省的あそうなんですねでもどうなるんですかね本当台風でこれ以上被害が出なかったらいいですけど。うん、これね、なんかもう ほろほろもう地球温暖化のせいにできんようになってるっけい言わんようになったよな賢いテレビ局は。これ結局地球温暖化を叫びおる学者が全部の学者のうちの数パーセントだよねパーセントおらないあとの何十パーセントかは地球が,氷が小氷河期へ移動移行してきおるための気候変動の異常気象じゃいう,う。 これは、の活動も影響しとるけうん、うん、その二酸化炭素じゃどうじゃこうじゃ温室、はい、効果ガフとかいう問題じゃもうなくなってきとるうんそういうふうはもう言わん方がええって今流れでいきおるあ、ね、なるほど、ね、もっと本当の根本的な対応ができんけ温暖化はやっぱ商売になるけ、みんな温暖化温暖化てははなるほどね。うてやるおるけど。うん ほろほろもうそういう次元じゃなくなってきよる危機感がうん,、うん、うんこれはでも異,異常だろう、うん、どのいやにしても、うんうん、一つ一つねし暑、うんまあ、一つにしろでもうんか天気予報でもきた聞いたことがないような予報がどんどん増えてきる確かになかよ一度も経験したことのないような大雨とか,か <laughs> 長,長い長い長いねそうですよね

戦国時代に卒入したわけじゃっけ、うん、やっぱりこれからどん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 情勢的に食糧危機、うん、に直面して戦法は増えていくんじゃろういうその政治と連動しとるわけよ気候が。ほん、うん、でまあなんか経済史じゃなしに科学史かななんか乗っとってじゃあ2050年に日本の人口は 一億切って八千万人ぐらいになっとる、うん、これは有識時代時代じゃあいて、うん、言うけど、うん、これからの地球環境の中で生存していける人数に適応していきよって日本は。へえ、あそうなんですか、うん。これがバカみたいにこうじゃあ二千五十年には二億人おりねえってー中国人みたいにねなっとったら確実に滅びるんと、はいはい、文明が。 うん、ちょうど食料の供給量に応じた、うん、まあ偶然かどうか知らんけど、うん、日本の人口が減っていきおるそれに応じて食べれる量も減っていく、うん、日本人は十分な食料の安定供給を受けれる今後も行くと世界で見たら梅を増やせよみたいな普通に。うん 増えていって、うん、その供給バランスが崩れるけ戦争になるじゃろうと<ー>うんそういうことなんよ、ね。へぇ<ー>、うん、あこまでもう予測は出とるよねうんあ、そうなんだ,だけ中国が今必死で世界中のその生産地域を買い占めていけおりもそれなんやうーん、うん、中国は食料がなくなったら暴動になるけ、うん、共産党政権が危うになる、うん、とにかくもうみんな すごい胃袋しとるわけよねで人口の人数もちょっとね、半端ないですもんね、うん、それをもう政権を守るために食わしていかないけん、うん、水と食料あと石油、うん、燃料関係うん,、うん、うん、そればっかりだよな中国が狙うととかにな生きるためにみたいなね、うん、なりふり構わんいうことはもうそこら中で戦争が起きる 予測になっとるねそうですよねそう考えたらとバちゃんがお大雨特別警報って初めて知った確かにそうですね、うん、そう聞かない方ですねうんほうね今日「目覚ましテレビ」かなはい猛暑日って、うん、新しくできた名称なんだねあれ猛暑日、うん、えー、でもすっごい聞きましたよねそうそう普通になんか で今まで夏日真夏日までだったんと、うん、でこれ何,何年か前からそれ,、うん、それじゃあもう対応できるようになった経緯、うん、で猛暑日を作ったとだって猛暑日何日連続みたいなね話でしたよね、うん、あれも、まあ新,、えー、新用語なんてああじゃあやっぱりどんどんそういうふうに出てくるんですね、うん、先ほどの警報の、ね、名前もそうですけども猛暑日じゃ対応できんよ なってくるんでしょうね、今から、うん、む,ちゃむちゃくちゃ暑い日 <laughs> なにそれ <laughs> 急に砕けたよねでもわかりやすいめっちゃ暑い日とかめちゃくちゃ暑い日が更新されましたってか,かまんようにお願いしますねえ、言いにくい <laughs> だからあ気候用語はほんまこれからどんどん変わっていくじゃろうってあ、はあ、うん、そういうことかだったら今日暑かったやろ、すごい広島どうす すごい,いきなりね風はありましたけども<や>でも明日の予報聞いた明日、えいいんであの、天気ですよね天気だけど、うん、この秋の最低気温なん,あ下がるんです、うん、一気に下がる明したあそうなんだ、うん、で体調管理はお気をつけくださいけどおこの温度差が肥満にどんだけダメージ与えるか分かって、うん、<laughs> しんどいですか うん、えー、じゃああれですね体調崩される方がどういう思いはダメージきねえどうしてもあ、うん、ね年寄りといえば今日は敬老の日ですねそうだそうだ敬、まあ、老どっから敬老じゃ言うんかいう話題ばっかりやけどね何歳からなんですかね <laughs> まあ、人口のその、今、何人、女性何人、男性何人でまあ、一応言われてるのは65歳以上の人数言われてますよね。今もう4人に1人みたいですね、65歳以上の方。うちの母親75だけど。うん 人年寄りみたいにインンファけだからもうその方感覚ですよね <laughs> 本当にあ年寄りじゃないんでこの人はみたいなだって本当に介護についてる友達が80って聞いたら若いって言いました、うん、あ<歳>まだ若い方が入られたみたいな<ー> <laughs> そう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 80<歳>だからもう皆さん100とか普通にね、うん、過ごされてるからいろいろね でも55で引退しようおうのに会社はあらあと10年働いたら、うん、あと10年必死老後のお金貯めにゃいけ <laughs> <laughs> たまるんかい、ね、<laughs> すごい普通の65よりマイナス10年早く夫婦を早めに引退したいなあいう思うけどうまあその時になったらまだやりたいことはあんまそうですよねでもまあ一つの目標としては大きい目標としてはねゴールをまあ,ある意味決めるっていうのも いいかもしれないですよね。人間50年って、うんそうね、言うて信長が49歳で死んだよな。若いですね。<laughs> まあ昔の方結構ね若いですよね。うんまあ元気な年寄り多いよもうで、ね。いや本当そう思います。うん。うん、下手な若者より元気なないのい年寄りは。根性もありますし。うんへなへなへなった。<laughs> う,んうん。うんやっぱり昭和生まれは強いようん。 ね元気で過ごしていただきたいと思います。ということで、でうん、また来週、ここで1曲お届けします1曲目は「レッドヘルアーミー」で「希望の歌」です。どうぞ

けど「もどかしいけど」「それでも待ってる命があるから」「戦うのでしょう」「<Hey! S 1> 手を止め重ねて」 お送りしたのはレッドヘルアミで希望の歌でした。ありがとうございます。レッドヘルが。レッドヘルさん。ねということで。はい。<laughs> <laughs> 言葉が開いちゃいます <laughs> <laughs> い。8月のね。はい、ボンフギかな。はい、ここであの、うん、裸足の剣の話。はいはい した思うんでけど。そうですね。ちょうど8月1か月前ぐらいですかね。うん、あれに対してね、うん、こういろいろ講義じゃないんだけど、はい、まあ講義やゃな、聞き取るわけよ。うん。えそれは何に来るんですか？で会社の、はい、そのお客様のとやるのあの <laughs> メールからとか。ああはは。あん。で Facebook の。はい。 水イナマハツカイチのグループのコメント欄とか、うんうん、あ、じゃあ皆さんが閲覧できるところにということですねそれとかはい、はい、メッセージとかツイッターのダイレクトのメールとか、うんまあ、3, 3人ぐらいおってんんだけどそれドイツ人物の方ですかいや、どうも、うん、文章の使い方が違う系。 実質二人ぐらいなんじゃないかなと思うけどでもちょっととりあえずご意見が来てるということですそう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 はいはいはいでもなんか番組内でわしが青組さんに私の言どう思いますか言うて聞かれてわしが汚いよねってから言う答えたんがもう払ったってしょうがないその一言に対して被爆者に対して失礼じゃないかとかその言うんだけど 別に被爆者がわし汚い言ったわけだよ <laughs> う <laughs> よ聞いてもらえばわかるんだけどうんうん,うん,うん、うん、の弦の絵はわしは汚いけ嫌いなんやうんあ<の>うんあの描写うんうんそれはなんか被爆の惨状を伝えるためのどうとか言うて言う,、うん、うけどフラフを思う人はそうやってもらえばいいわけであってわしは嫌だな言う意見だから言ったらそれをなんかねじ伏せようとするわけよ はあはあ、自分の意見にだけどそれはもう勘弁してくれていう話でうでまあこの番組はなんか見たらパソコンが壊れるって放送中止しろみたいなあそうなんですねりゃ、うん、余計なおフェアじゃ言ん話見にゃええんじゃけ自分から見に来とるもんに対してねパソコン壊れるんだったらそりゃまあ壊れるんならそれはメーカーに言うてもらって。 うん、で見には見んでもいいんじゃない？これ言論の自由とね、見る番組の選択の自由はそちらにあるわけし、かも公共の電波じゃないし、テレビ局のね、はい、またちょっと番組で言うんだったら、ほら身のもんだみたいに謝らないけど、まあそうですね、まあ普通に扱ってというのはこう石川さんを中心にずっと長くやってき、あのね。 番組をしてきてますのでその石川さんの思想だったりとか、うん、そういうのを聞いたりとか意見してもらったりとか、まあ、そういう番組なのでいろいろご意見はあるとは思うんですけれども、ね、そこまでは反社会的な言,、うん、言動をしたほうがいいですね。 うんそこまでしつこを攻撃されるゆえんもないしあそうなんですね、うん、あじゃあ相手の方もまあねこう強い思いだったり思想があるかとは思うんですがまあね本当僕はまあ裸足の弦が好きなら遮光じゃないけど、うん、こう一生裸足の剣に書き写していけばうらえんよこうやって漫画,出んの漫画でな漫画でなんでなんか悟るんじゃないのそこまで好きだったらああじゃあそういうあったんですね続編まで書けるかもしれないねああ<ー> <laughs> 今まあ、ちょうどね「裸足、うん、の弦が世間でこう問題になってるからこそ、うん、まあちょっと、ねうん、目立つ内容ではあったのかもしれないですけれどもね。だから実際ね、はい、これ「裸足の弦を学校の図書館に置くのはねある一定の思想を植え付けるような作品を、うんうん、なんで学校の図書館に置かないけないの 伝、うんうん、伝ええ売れる思って伝えや山積みになっとったで、ね、ゃん話のゲああそうなんですね、うん、今話題「ワイドコミック」でこうああそうなんだ、うんえー、だから普通のこう戦争に関した書物、うん、事実のねはあとはだのゲはまた違う違う違う、うん、その日本人が野蛮な行為をアジア人にして対し,たと対してやった <laughs>、うん 首切りとかあれ中国人がやったことだけどね日本人はそこまでしない自分らの置き換えてみない。自分らのおじいさんおばあさんがそんなことをしたて学校の図書館で教えていいのやってもらえようなこと十軍慰安婦でもそうよ十軍慰安婦じゃやってみんな他人事のような感覚じゃけど自分らの おじいさんおばあさんらがやったことなよい話よね。それを事実無根のことをね異常なまでに固執して中国や韓国が言うわけであってそれに対して自分らの敬老の日を今日ねおじいさんおばあさんグローされとんと一緒だけどねあらぬありもせん罪で話のゲーム一緒なんや。 もう間違いなくその反日の怨念に取り憑かれた作品だからねあれはどう見てもそれを喜んで学校の図書館に置いてもええもんなんかわしら子供の頃置いてあったよありましたよね大体何冊かずつもあってあの頃はもう日教祖バリバリの時で「日本は悪い国なんよ」って子供らに必死で教えった時代じゃけ まあ、今もそうだけど、うん、そこまで。ひどくないじゃない、昔に比べて。はい。で、そろそろもう剥がしのげはいいんじゃないかな。うん。こう時代とともに。っていうことです。思うよ。うん。大人になって読めん。うん、うん、うん。うん。物事のえい悪いもわからん、子供に、嘘の情報を教え。つけ、植え込んでもしょうがない。うん。風呂危険なもんはないと思うよ。うん。 なるほどまだ「マン肉マン」とかああいうのが大きいぐらいのね努力友情根性愛情べて詰まってるああなるほどねもう私の元気なのあー「ワンピース」や「筋肉マン」「北斗の剣」をおきゃいああワンピースまあ今の時代だとそうなのかもしれない、うん。ほんま、立派な、誠実な、 ものの A は B がわかる大人になってくれると思いますよ。うん、健全な、うん、ああいうね、うん、呪われた作品よりは健全でいいと思う。うん。うん、なるほど。というわけでね、毎、まあ、ヶ月前ちょっと私の言についてお話しさせていただいて、まあそのことに関してご意見をいただいて、うん、でまた改めてね今日。 改めてお話をさせていただきましたはい子供には子供が喜ぶような作品でためになるもの大人の都合で押し付けるようなものを置いてもしょうがないなるほどねわしサム・ケア・フルに8月やった平和コンクールとか子供が作文読むじゃない 私たちは平和の塔と書いて八月六日のあの式典ですか。寒気が降る。沖縄でもそう。平和とはみんなの命とはみたいな。寒気が降る。小学校のね。ねどうにかね四年生五年生六年生が思う普通。 うんそんなねえうんそう大人が読ましたあれああまあ一応ベースは書いてるかもしれないけれども先生かあなんか洗脳されたかわいそうな子だなあてね思うようようやったなあて先生が「褒めら子は喜ぶに決まっとるそれけど じゃあその子はほんまにそんなことを思うたんかいうん思うとったらこ,こすごい天才だと思うよ。うんそこまで平和を望む、うん、よっぽど平和な子じゃないんだな思ってねうん、うん。この世の平和の世の中でこの捕った子がそんなに平和を希望するような作文を書くわけがないし。まあそうか純粋にわからないですもんね。ううん、おかしいに囲まれた子が。 お菓子はお菓子が欲しいですって言わんだろう。そっか分かりやすく言えばそういうことですよねそんなこと言うわけないんよこの平和の日本で戦争がなくなればいいですって戦争の戦場で生まれた子なら分かるよ、うんうん、ほんまね夜一人で歩きようっても何にもされないよね治安のいいこの日本でんそんなことを思うわけがない小学生は、まあそう思うよ うん、え、寒気が降るんか、ああいう子供が平和や。うん、なんかね、うん、人道的などとか言ってから。う言うわけがないよ。うん。教育ででも、伝えていかなきゃいけないですね、その,の。体験してない人らに。それはどうしたらいいんですかね。でもほら、わし大人になってから出るのよ。うん。わざわざその。何がいいよ、何があり。うん、うん。それより。 お父さんお母さんを大切にしましょうって、うん、親兄弟と仲良くしましょう、うん、友達に嘘ついちゃいけませんって、うん、争いを起こさない身近でまず、うん、みたいな日常生活の中で教えるために教育直後委員があったわけじゃけ、うん日本は、うんうん、それを復活させてちゃんと親を,ぶ、うん、親を殺すような子供が、うん、ねで生まれたこう。 シファフォー思ったような朝南なくんの母親とかまずそうい世界平和の基本を言たらその日常生活なんやうん,うんで中東の混乱でもあれなんでかやった貧乏だっけ、ね、う,んうん日常生活なんやあ、ね、れ、うん、日本が投資して産業を起こしたらソマリアの海賊なんかいっぺん懺らんになるうんもう来るのに困らんになるんそういうもんなよな 世界平和を叫ぶんじゃったらそれのちゃんとした日常の親孝行じゃどうじゃ親友じゃ友情じゃ愛情じゃ単位からそんな暇あるんやったらそれを教えるべきう嘘の情報で凝り固めたような大人を作るよりはほんまね、一日一禅飛ばすと仲良くしましょうそれでいいと思うよ。 身を犠牲にして友達は困っとったら助けましょう、うん、ね。うん、うん、それは基本なんや。橋の源な,なんで選んないや。平和,平和教育とかはその中でプラスアルファよね。うん。ま百、うん、歩譲って高校からやね。もしろなくてもいいぐらい全、ね、その基本があうん。基本教人間的なものが。うん、情報は入ってくるわけで。うん、でその前の 基礎教育があるよな、うん、基礎教育ができとらん子供らに対してそれを指導していくうのは嘘なんよ、うんうん。子供らの自我ができて自分の知識でこうじゃ言う判断ができるような基準ができとる子供に対して「広島どう?」とか言って、ねうんうん、まあ広島に原爆落ちたとかそういうのは教えてもええかもしれんけどそれ以上のことはうん。 教えるべきじゃない逆に。うん,ん。え、童話解放の話にしてもそう。うんうん、わしら福山の小学校だけ、うん、もう童話の授業だった。うん、うんあ、あったんですね。まるまる。その宿題、普通の教科の宿題より童話の宿題の方が多いかったわけ,だけど。あ,あ、そうなんですか。作文じゃんと書いてる。やっぱりちょっとその地域性じゃないですけどね。まあ、本場じゃけね向こう。うん。う へーこっち来てびっくりしたもんな。ないから。何それみたいな。さんないですか私はあの夏休みの登校日とかに。うん、なんかその特別授業的な感じでしたのを覚えてます。でもわざわざ日頃の授業にさいてとかはなかったですね。毎週ないの。おもしろ。授業だっけ。<ー>毎週あるわけ。だ。<ー>ああ。フィーミーとか。うん。 差別された一匹だけ黒い魚がねであとは白い魚かなんかで「お前黒いて差別されよう」とで差別はやめましょういうな感じで言うけどそれッ区別じゃないんかいう思いそれ差別で区別やろって大人になってから。あ ああと、の、ベロ出しチョンマとか、ね、うんなんかが、うん、差別民が貼り付けになって、うん、殺されて弟がなんか泣きおるけ、うん、お兄ちゃん痛くないよってベロを出して笑わしたというなんか、うんうん、ちょっとうろ覚えじゃがねああいうのを。 なあいう作品をよけよけ聞かされてああそうなんですかで差別はいけません差別はいけません、うん、ずーっとエンドレスで振り込むわけよふん,うんでも実際その本当に毎週授業もあって、うん、そういう風に大人から教えてもらってって、うん、どうなんですか子供の時はまあそれが普通だったんですけどやっぱ覚えてるもんだし もうこれね三十何年経ってもこうやって覚えとる、はい、そういうことです、ね、振り込まれてるけどじゃけ言うて、うん、じゃあそれしとらんけ、うん、差別するんかとかうん,うんでそれに対して保護者からはなんでネタ凍おこすようなことをするんかとうんもう世の中差別とかそういう時代じゃないしうんうんブラックはあえてどこのブラックなの言って 部落はどこにあるんかも分からんような人らが世の中おるのにしかもこの事業じゃ江戸幕府が農民や部落の人をぎゅうぎゅうに苦しめて権力は悪いんだみたいな振り込みを振るんだけど大人になって考えてみたら江戸時代の武士って全体の7%ぐらいしかおらん うん、7%が93%をぎゅう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 押しつ、ねうん、圧迫した政治を考えたら逆に江戸幕府はその農民やその一般庶民を苦しめたその藩を取り潰しにしていきおったわけだよ家庭で。うん 一気でたら大変ななことにるうその反応政治が悪いわけだって言うて潰れおったできみんな農民と和気あいあいでみんな暮らしてきたわけでゃ武士はんでそれを教えないのって思うねお世話なってからありもせんようなそのんかね重労働をさされたとか年貢を搾取されたとかで苦しみ 上で苦しむ農民の絵と書いて味噌あるだわけよ。<laughs> これ誰が見たのね <laughs> <laughs>、うん。徹底しとったと思うよ私。うん。えー、そういう洗脳教育を振るわけよ。うん。なんかそその一環なような話の,そのう,ん,うん。なんかね日本の政府政治が悪かったけ。アメリカに原爆落とされたんですよって平気でおしろという。 ね、うん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 、うんうん、ただそれを信じたまま大人になって生きようた子供もおるわけようん,うんまあそれを先生に教わったりとかそれが教科書に書いてあったらそれはまた正しいものって思いますよね普通ならそうそうなんもね先生がどうじゃこうじゃ言っても先生じゃけ そうですよ、自分にとっては先生言うてやっぱり絶対的なもんがあるし絶対的なものが教科書とはもう大事なもんじゃと授業を受けて真面目に聞かねゃいけんねって正しいものが載ってるって思いますよねそう教科書は全部正しいというまあね思い込み感あるよね 歴史や国語に関したら、うん、ちょっと違うわけよねだから本当にそれは学校以外のところで教えてもらわないとわからないことですよね、うんうん、そうでそれをやっぱり改善していこういう動きが今活発ないうーんや、うん、河野さんを訴えようという団体が今日ニュース出てたな、ね、う,うん その従軍慰安婦に対して、はい、従軍慰安婦って基本的にありもせんおとぎ話みたいなもんでうん、うん、実際なかったもんね、うん、韓国で「私従軍慰安婦でしたよお金が欲しいけ」って立候補しとるだけであってうん、うん、おるわけゃないなかったもんが私でしたいうわけじゃけんそれ俳優なわけようん、うん、でそれを「どうもすみませんでした」言うて謝ったんか河野さん 自民党のねそっからもう韓国が「言うたじゃないか」って「やりました言うたじゃないか」ってこれ河の談話言うてね、うん、ずーっと呪縛をやっとるわけよ日本は、うん、その団体が、うんまあ、刑事だったらもう時効になってるけ民事裁判で行くあ<ー>言うて、うん、で、まあ、日本世界に向けて そんなの作り話で冬う日本から声を上げていくかないとこのままじゃほんまになったことになってしまう。ほんと歴史ってこう、何が本当で何が正しいかっていうのも一つ一つこう、大人になってもん,なんか、ねまあ、情,情報が操作されるんか分からんけどいろんなところから情報が入りやすい今だからこそんなんかね桜ん,んしますね、うん。真剣に考えて、うん、自分でこう、 その情報に関して耳を傾けんと分からんことよ。で断禁大虐殺があったいてほんまに思うとる大人もるわけよ。それもありもせんことを平気で言うような国がやるわけよ。それに対してやっぱりほんまのことはちゃんと発信していかないそうですよね大人がまずからと子供に教え。 教えることがでできないのでちょっとなんか一人一人がちゃんと日本のまあ歴史そういうのに傾ける時なのかもしれないですよねうそう思うよ日本人の割りとか,なんか,なんか言わんでも分かる人には分かる言ってあ<ー>えらいおっとりしとんだけど韓国とか中国はそのなかったことあるようにしするためにロビー活動までしょるわけだそうー 慰安婦マラソンまででできた、ねあれえー、そうなんですねで日本が謝るまでマラソン大会続けるってそうなんだ、うん、で日本の大使館の前全部慰安婦像を建てて、うんねうん、で中国は南京大虐殺あったことにしょうゆで南京大虐殺を題材にした映画を作ろうどんどん言うてああそうなんですね わからんけどうん、うん、知らん人が見たらアホまあったんじゃうーんえーうん、というわけでねまたこう歴史の話をしてもらったらこう今一度傾けないといけない考えないといけないって思わされますね、うん、恐,ろしい恐ろしい状況にあると思う、うん、ありましたでは本日二曲目をお届けしますすけみやゆかさんでウェディングベルズです お聞きいただいたのは、助宮由佳さんで、ウェディングベルズでした。ありがとうございます。ふけふけじゃったね。<laughs> <laughs> そういうね。奥 <laughs> さんの秋の運動会とか、いつですか。二十。うん、何時かな、二十八。来週。そうそう、来週。<ー>と、十月かな。ああ、そうなんですね。じゃあ、保育園と小学校で。うん、ほうね。ね小学校は。 長男がもう小学校最後の最後の運動会ですよ長女が最初の運動会でねえ面白いなんかね,ねえじゃあまあ十日市はまだ昼の弁当家族で食べれるああ、そっかそういうのもちょっと地域によってはね、うん、違うって聞きますよねそうそうまあこ、うん、こら辺もね、うん、だん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 やりにくくなっていくんだろうね小学校も。うん そうんね、ですよね。じゃあ来週、再来週あたりはまた秋の運動会についてねお話聞けるかと思います。はいというわけであっという間の一時間でした。ご意見版のエンディングは、はい。そうですね。はい、柿田つまるさんのエンディングえーと。 曲、恋模様ですねエ。エンディングテーマとしてお聴きいただいております。えー、来週の放送157回目、9月23日月曜日、また祝日です。週分の日です。ええね、3年9 <laughs> 続きですね。<laughs> いや、小学生は。<laughs> ね。というわけで、来週日曜日、まずヤマトを見て、ハズハき見て、見て月曜日、ついなまお願いします。100倍返した。はい、来週最終回ですね。 それでは来週またお会いしましょう。ついのま初開地、この番組はエクステリアと外交工事でおなじみの素敵住空間夢ホームの制作でお送りしました。おやすみなさい。